こんにちは、木漏れ日チューブです。今回は画像にも出ています360度カメラを使います。テストビデオですので多少の手ぶれがあります。ご容赦ください。ではマウスまたはタッチでご自由に角度を変えてみてください。いつもの道の駅草津から琵琶一ラインを南下します。夏のオープンは過酷ですがエアコンで爽快です。カメラは微光シータ V で 4K 画像ですが全方位で 4K ですので事実上 1K 以下でしょう。ですので多少の粗さが出ています。また手ブレ補正はありますが GoPro ほどの性能はありません。固定撮影よりも自撮り棒でジンバルした方が良いでしょう。でも琵琶一ラインのように水平線や地平線があるところでは固定でも多少見られるかもしれません。左手を見てください。津田恵子全日本水上スキー選手権の会場です。いつも練習されています。右手の緑地ではアウトドア YouTuber のジジイさんがまったりしていると思います。さらにこの近辺でドローン YouTuber の有田さんが琵琶湖上空を飛んでいるはずです。しばらく無言になります。自由にいじってください。ではこの辺で。